会議的科学者は、ロバート・ボイルにより1661年に、ロンドンで出版された本。対話の形をとり、会議的な科学者が、物質は運動中の原子及び集団からなり、すべての現象が運動中の粒子の衝突の結果で、あるというボイルの仮説を提示するものとなっている。これらの理由により、ロバート・ボイルは、JR パーティントンにより、現代科学の創始者と称された。 1> 第1章は主催者であり、会議主義者のカルネアデス、科学者のピロポノス、アリストテレス派のテミスティオス、公明な裁判官のエレウテリウスと無名の語り手の5人が、カルネアデスの庭であい、混合物体の構成要素について話している、ところから始まる。第1部においてカルネアデスは、本書の残りの部分でも、基礎となる4つの提案をしている。それらは、以下の通りである。 ボイルははじめに火は、すべての塊を要素に分割する、普遍的で十分なものではないと主張した。この主張は、ジャン・ベガンとジョゼフ・デュシェーヌのものとは対照的である。これを証明するために転向し、ヤンファン・ヘルモントを支援した。彼のアルカフェストは、普遍的に要素に分割できると評されていた。ボイルはまた、アリストテレスの四元素説及び、 パラケルスの三元素説を取り除いた。第5部までで元素の古典的な考えと科学原理について議論した後、第6部では近代的な概念により近づくために科学元素を定義している。上の発言から近代的元素概念を示したと言われているが、そうではない。上の発言は、 元素は全ての物質に常に例外なく見出されるものであるという主張に対し批判を加える時のものを切り取ったものであり、ボイルの真意は仮に一定数の元素があったとしてもいくつかの元素がある物質を作りまた他のいくつかが他の物質を作ることも可能だろうということにある。旧元素概念を批判したもののボイル自身は新たな元素概念は提示しなかった。しかし、 完全に混ざり合ったものにはすでに知られている物質が代用しているということは否定した。彼の見地ではすでに知られている物質全てが化合物であり、そこには金、銀、鉛、硫黄、炭素も含まれていた。その一般にも広がった影響は1691年に詩人のニコラス・ブレーディがヘンリー・パーセルの作曲したオード・ツー・ストリート・チェチーリアの詩に この書で使われた、ジャリングシーズという言葉を引用していることで、知られる。何時の例時によって作られた世界は、物質の様々な種子が調和して、散らばった原子が結びつき、真の結合の法則によって、完全に調和した様々なものが作り上げられる。ニール・スティーブンスンの小説、クイックシルバーで言及されている。ありがとうございます。